はいどうも、浅井丸です。山梨のいいところ、いいところ聞いてみよう、ということでですね、僕自身はいろいろなところに行ったりしてですね、動画を撮りながら山梨の魅力を伝えていきたいと思っているんですけれど、ただですね、僕以外にも、山梨好きだっていう方がいっぱいいるんで、実際にですね、山梨が大好きだという方に山梨のいいところを聞こうという動画をこれから出していきたいと思っております。で、今回は記念すべき1回目ということなんですけれども、そのインスタグラムの方でですね、千葉県にお住まいのそのペンネーム、フレンドネームといったらあれなんですけれども、山梨大好き千葉県民さんにお話をいろいろ聞きました。本当にご協力ありがとうございました。それでは早速ですね、聞いた内容をお伝えしていきたいと思います。どうぞ。ファーストクエスチョン、まずですね、この山梨が好きということなので、山梨のどこがいいのか、また魅力についてですね、聞いてみました。山梨大好き千葉県民さんなんですけど、結構山梨に来てくださるみたいでですね、この質問はいつも周りの人に聞かれるそうです。で、結構挙げてくれましてですね、そのどこがいいのか、まず自然が豊かで、あとは癒しで、緑が綺麗で、あと水が美味しいで、空気が美味しい、あと野菜、果物とかがですね美味しいで、あと八ヶ岳、富士山が綺麗最高で、あと春夏秋冬を楽しめる、車で行きやすいということを挙げていただきました。で、その中でもなんですけど、やっぱり空気だったりとか水が美味しいって特に言ってくれてます。で、あとはですね、山梨360度山に囲まれてるんですけれど、圧迫感を感じるっていう方もいらっしゃる中ですね、この千葉さんすいません、省略しちゃいます。千葉さんはですね、その山を見ることで四季を感じられるっていう風に言ってくださいました。もちろん千葉にも山はあるんですけれども、やはりその山梨の山は本当に綺麗だと言ってくれました。本当に自然をすごく推してくれてます。ネクストクエスチョン、次なんですけれども、この千葉さんはですね、山梨に後々移住したいっていうことなので、その移住したら山梨でやってみたいことなんかを聞いてみました。で、まずですね、自分で野菜を育ててみたいということでですね、で、あとはその道の駅とかで働いて、観光で来たお客様とかにですね、山梨を猛アピールしたいということで、いや、もう嬉しすぎますね。こういう方が県外にいてくれるってのはすごく嬉しいし、またね、道の駅だったりとか、やはり観光の窓口になるところにですね、こういう人が、もちろん今もいると思うんですけれども、もっともっと山梨盛り上がるんじゃないかなっていう期待を持ちますね。Next question。 次にですね、移住するならどの辺に住みたいっていうのを聞いたところですね、一番は北斗市、小淵沢周辺とかが最高ですということで、やはり八ヶ岳方面ですね、その辺に住みたいとお答えをいただきました。で、甲府市とか、南アルプス市とかですね、その辺は商業施設だったりとか、お店がたくさんあるので、生活はしやすいと思うんですけれども、やはり千葉さんはですね、昔からの憧れである、山の近くに住みたい、夢ですね、そういうのがあるので北斗市がいいなって言っております。やはり千葉さんの中でその時間に追われず、食わらせる場所がいいなっていう思いがあるようなので、食わらせる場所がいいな、そういうものを考えると北斗市、小淵沢周辺がいいのかなっていう意見をいただきました。はい、ということでですね、山梨の魅力だったり、山梨の思いを語ってくださった、山梨大好き千葉県民さん、今回本当にありがとうございました。本当に山梨のことが好きみたいで、正直この
中じゃ収まりきらないかなって僕は感じております。でインスタグラムなんかも、まあ、見させていただいてるんですけれども、しょっちゅう山梨のことを挙げてくださっていてですね、まあ、県外の方でこういう方がいらっしゃるっていうのはやはりすごく嬉しいなって思います。でですね、ちょっと他にも山梨のことが好きだって言ってくださる方のね話とかもすごく聞きたいなっていう思いが出てきましたし、またですね、その山梨に住みたいって言ってる方にもですね、もっともっといろいろなことを伝えたいなっていう思いが出てきました。でそこでなんですけど、ちょっと山梨のことが大好き、ちょっと山梨の魅力を語りたいとかですね、あと山梨に移住してきた方、ちょっとそういう方の話をぜひ聞きたいなって思います。ぜひ、協力してくださる方はですね、動画の、概要欄にですね、Twitter、Instagram のリンクがあるので、ちょっとそちらから、コメントやメッセージをですねぜひいただけたらなと思います。まだまだ本当に、小さいチャンネルというかですね、コミュニティではあるんですけれども、ここからもっともっと山梨を盛り上げられたらいいなっていう思いがあるので、ぜひですね、ご協力をいただけたらなと思います。ということで、今回の動画はこれで以上になります。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとですね、Twitter、Instagram などもやっておりますので、動画の概要欄のリンクから、飛んでいただいて、ぜひフォロー等よろしくお願いします。ということで以上、浅井丸でした。